そうですね、まあでも、やっぱ同い年っていうのもあって、そういう意味でもなんかすごく応援してて、リビングにいつもあの飾ってるんですよ、あの宮石くんのあの、まあ、マスコット。そうそう、だからそんなん待って、なんか今日なんか初対面じゃない感じもするんですけど、フジパンカップの時は、はい、いました、いました、小学生の時ですよね。小学生、フジパンカップ、僕がちゃんと試合に出てたか覚えてないんですけど、フジパンカップ出てますね。あの時は滋賀のチームですか？滋賀のチームです。どこにいたんですか？滋賀のラーゴ FC っていう。あ、ラーゴは聞いたことありますね。僕試合映像しか見てないんで怖い人なんかなと思ってたんですけど。あ、全然怖い人、あ、はい、ちょっとあれですね、めっちゃ気合入ってるなっていつも思うんで見てて、うん、試合になるとまあ普段よりは、はいはいはい、ね、どうしてもその、ね、荒くなっちゃいますね。でも本当この1年でなんか気負いすぎないようになったというか、うん、うまくいかなくてこう落ち込んだりする時ももちろんありますけど、あんまりそれを引きずらないようにしてるというか、まあ大きい括りで言ったらもうなんか毎日生きてるだけで幸せっていうか、うん、もしかしたらもうその落馬のあれじゃないですけど、うん、試合でちょっと大きい脳震盪とかになって、うんうん、選手生命があってなる可能性もゼロじゃないんで、はいはい、って思ったらなんか後ろ向きにやっててもしょうがないなっていう気持ちでいられるようになりましたね、この1年。僕とかは31、この年になってやっとプレッシャーとの向き合い方が分かってきたんですよ。でサッカー選手で31って言ったらやっぱね、どちらかというともう上になってくるじゃないですか。だからなんかね、若くしてこう活躍してる人とかどうやってそういうなんか人との付き合い方とかプレッシャーの向きとの向き合い方とか覚えてきたんやろって、すごいなんかサッカー選手見てて勉強になるし、いやプレッシャーとの向き合い方とかもいまだに何が正解か分かんないですけどね。あ、そうですか。とか、まあ、試合、まあ、もちろんその、まあ、自分が思う試合に対する最善の準備だと思ったことを やってますけど、はいはい、それが果たして本当に正解なのかどうかも分かんないですし、はいはい、僕たちは1日にあの12レース最大で乗れるんで、うん、で週末でまあ2日間だったら最大24レース乗れるんで、結構いいレースもあれば悪いレースもあって、うん、その失敗したりしても結構あの自分のうまくいった部分とかを拾ってきてこう気持ちの整理をつけたりするんですけど、サッカーって1試合でバツって結果が出てしまうじゃないですか、うん、しかもやっぱ自分のプレーもみんなが見て分かる結果が出てしまうんで、なんか自分の心のなんか整理のつけ方みたいなんてすごい大変なんじゃないかなと思っては見てるんですけど、どうですか？確かにまあそう、でもサッカーは逆にこうめちゃくちゃ自分の状態が良くて、はい、試合でも良くてもチームが負けるっていうのがあるん で、はいはい、で逆にめちゃくちゃ悪くても本当一つのシュートで点入れて 1-0 で勝てば、はいはい、まあ、結果としては評価されるじゃないですか、はいはい、そうですね、そうですね、なるほど なんかチームプレーの良さみたいなところなんですかね。でも個人やからなんか辛そうっすね、個人的に言われるけど、はい、チームスポーツっていう部分も多少あり、はい、そうですね、まあ、それは批判だけじゃなくてそのゲームにあのレースに対する自分の持っていき方とかも、はいはいはい、まあ裏方のでサポートしてくれてる人はもちろんいると思うんですけど、はいはい、自分いざこう会心の時って自分一人じゃないですか。そうですね、そうですね。一頭の馬に携わる人って本当にやっぱり生まれた時とかから数えると本当にたくさんの人が携わってレースに行くんで、うん、やっぱ僕ら最後のあのバトンを受け取ってやっぱり結果出さないといけないし、最近やっとなんかレーススタートする時にこう不安があんまりなくなったというか、うん、あのもうこんだけ準備してきたから、うん、まあ、あとはやっぱりね、結果うまくいくこともあるしいかないこともあるけど、もう仕方ないなっていうふうには望めてるんであれですけど、やっぱ昔とかは準備不足な部分もあったし、メンタル面の波はめっちゃでかかったですね、はい、やっと最近なんか落ち着いてきたなと思うんですけど。でもサッカー選手ってやっぱりなんて言うんだろう、まあ、他のスポーツと比べていいのかわからないけど、
僕たち騎手とかと比べるとやっぱり選手寿命ってどうしても短いと思うんですよ、うん、だから、ね、もちろんそのサッカー選手として第一線で活躍するっていうのがあの一番だと思うんですけど、なんかサッカー選手の人ってみんなその例えばセカンドライフだとかそういうことどういうふうに考えてるんだろうっていうのをなんか、うん、考えてる人はめちゃくちゃ考えてますね。あ、そうなんですね。逆にまあ考えてない人も中にはやっぱりいると思います。もうやっぱり現役中はもう今に集中して、まあ、でもどうなんですかね、僕らサッカー選手だったら、はい、サッカー辞めた後にこう指導者だったり、はいはいはい、サッカースクールだったりっていうのがあるけど、はいはい、ジョッキーの場合はその長期、そうですね、ジョッキーはでも結構やっぱ受け皿があって、うん、あの引退したら基本的にはその馬をお世話する人になるか、うん、あの調教師って言ってそれをあの馬を管理する人になるんですけど、うん、基本的には結構その引退後の受け皿っていうのはしっかりしてますね、うん、はいはい、ね、怪我とかしてもね急にやっぱりあの、ね、難しくなったりもしますしね。それは一緒ですね。でもそうですよ ね、 そうですよね見てるこっちが怖いですね、うん、そうですね。基本的にだから、まあ、僕ら大きい落馬はないように、うん、ないものだと思って基本信じては乗ってるんですけど、うん、やっぱりどうしてもアクシデントあるんで、まあ、僕も2年前に落馬して骨折したんですけど、やっぱり落馬直後はもうやめようと思いましたし、うん、子供ってやっぱサッカー選手になりたいって言ったりします？全然ないですか？全然、まあ、あんまりボール蹴らせてないからかもしれないですけど、はい、僕とかはなんか2人とも男の子なんで、なんかどっちかが騎手になりたいって言い出すんじゃないかなっていうのをすごい思ってて、うん、ちょっとそれがなんかこう心配であったりはするんですけど、うん、させたくないんですか？なんかね、やっぱどんな仕事も大変だと思うんですけど、うん、やっぱり自分がこの仕事のその大変さとか知ってるし、やっぱり怪我もしたこともあっただけに、うん、なんかそれをこう子供がジョッキーになりたいって言ったらどういう心境になるんだろうっていうのはすごいなんか思うんですけど、サッカー選手の子供とかお父さんめっちゃかっこいいじゃないですか、なかなか基本みんなサッカー選手になりたいと思うかなとか思ってたんですけど、いや本人がやりたいって言ったことはやらせてあげたいですけど、でもまあ僕も怪我、子供の怪我怖いタイプのあれなんで、もうその辺で転んだだけでもだいぶ心配するんで、そうですね、そうですね。膝の調子どうか一発ね、それ盗むところは盗んだろうって思う反面、これ以上いいプレーしにとってくれって思う俺がいるこれはさ、多分サッカー選手としたらさ、まあまあ、それはもうね、そうあるよな。